パイセン、よろしくお願いします。前回の主役がハンドに見えてますね。お相手緑タンのようです。今回の主役がハンドに来ました。まずは雑誌券をキャスト。タップ土地を捨てます。お相手ティタニアをキャスト。スタッツの高さがしんどいです。こちらは今回の主役土剣矢一家の流星をキャスト。クリーチャーを生贄に捧げた時、マナ総量がそれ未満のクリーチャーを墓地から戦場に戻します。お相手アタックはチャンプでライフを守ります。そして回路の修理屋をキャスト。 ETB の2点ゲインが死にます。お相手エルベンワルドのキーをキャスト。次ターンの動きがあるので、ここはライフで受けるしかありません。こちらは空拍子の雲をキャスト。修理屋をサクって相手のエルベンワルドを破壊します。流星が誘発して雑誌券が戦場に戻り、修理屋の PIG でワンドロー。ブーン。バクアド。ついでに都合よく引いてきた踊り食いで相手の獣呼びを追放します。流星はターンに1回しか誘発しないので、ここでは何も起きません。どうせ墓地には何もないですけどね。相手のティタニアの攻撃はライフで受けます。そしてこちらは空雲をキャストして空雲を探ります。流星の誘発で修理屋が戦場に戻ります。そして空雲の PIG と修理屋の ETB で合計5点ゲイン。あったかいライフゲインです。そしてお相手は緑の汚すものが出てきます。マスト除去だらけで大変ですね。ここの獣呼びは相打ちでいいでしょう。そして空雲の PIG は拒否を選択。本人を追放しちゃうので、こちらは三度空雲をキャスト。汚すものは許せないので破壊しておきます。そして流星が再び誘発して雑誌券が戦場に戻ります。収穫者は強いですが、低マナから捨てていきます。お相手は墓所のうろつくものをキャスト。墓地帯はデッキコンセプトが壊れる。そしてティタニアをキャスト。こっちはまあ癒しですね。こちらはカナドコをキャスト。そして空雲を生贄に捧げてうろつくものを追放します。修理屋が戦場に戻り2点ゲイン。あとはせっかくなので雑誌券はメインでサクっておきます。カナドコが2回誘発してトークンが2体出ます。お相手からはゴリラがキャストされました。こちらのコンセプトぶち壊しクリーチャーです。これはまずい。相手を除去しようにも除去は序盤にかなり集中して引いたので、次を引く確率は低いです。こちらは3枚目のカナドコを引きます。嬉しいけどそれじゃないんだよな。修理屋をサクると1杯誘発して収穫者を戦場に戻します。ココイヌの方が良かったかも。お相手さらに汚すものをキャスト。なんとかカナドコ破壊で許してもらえないだろうか。許されなかったのでスタックで修理屋をサクります。ターンに1回なので相手ターンにも1回流星が誘発できます。そして主役退場。お相手アタックせず、マーカなどこの枚数未満のアタックは無駄ですしね。そして地トークンからリソースゲンがやってきました。ここで何とか解決策を引きに行きます。必要なのは踊り食いか空雲か、簡単に炸れる5マナのファクト、いや5マナのファクトクリーチャーで炸ってアドトクになるような生物いるはずないか。それならこのデッキにそんなカード入るはずがない。とにかくカンブリとカナドコでドローを回します。5マナのファクトがやってきた。なんでこんなラグって勝つカードがこのデッキに、って思ったあなた、正解は次のターンで。のびのびとゲインしたおかげでライフも初期値近くまで戻っています。これならさすがに次のターンで死ぬことはないでしょう。お相手はクリーチャーを引き込んでいました。ゴリラが誘発します。そして冠が破壊されます。そりゃそうよね。ここで未来が見えた私は相手のアップキープにチェックを入れます。まずは土剣矢一家の流星をキャスト。そして瞬速光線の代替をキャスト。このクリーチャーは自身のコピーを2体生成します。そしてコピーなのでそのマナ総量も5です。ということは花どこでサクって流星が誘発し、空雲が戦場に戻ります。 ETB で相手のゴリラを破壊します。なんとなくこの未来が見えていた。
しかし先ほども言った通り、流星は相手のターンにも誘発します。クリーチャーを出す前に金床で大隊をさらに1体さくります。だから相手のアップキープに止める必要があったんですね。ここでお相手投了、対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。この試合長いので最初から2倍速です。またリストも最終版と少し違います。その分やばい動きになっているので雰囲気を楽しんでいってください。こちらはコアアームをキャスト、ファクトが出るたび1点ゲイン、そしてターン最初の誘発時だけ足す1カウンターが1個乗ります。この子すごいのがゲインは毎回発動する上にトークンでもいいんですよね。早速除去されてしまいましたが、お相手はリソナをキャスト、なんか面白デッキの香りです。こちらはメインコンセプトをキャスト、お相手は天使火の覚醒をキャスト、あわわわまだあわわわ。こちらは金床をキャスト、ウイルスのカブトムシをさくります。ここ誘発順ミス、2点損です。お相手雷雄をキャスト、不応なんかやべなった。ここは殴らずエンド、2回殴ったらこちらのトークンが1体減るので殴るのが正解ですね。金床でさくると金床が2回誘発して、さらにはアームが2回誘発して2点ゲイン。ガチャガチャしてきて楽しくなってきたぞ。そしてお相手天使火の覚醒を使用します。つまり雷雄が誘発して、7点トランプルが2回入って残り2点、火遊びに合わせてトークンをサクって残り1点。ここでコアアームを取らなかったことを後悔させてあげましょう。アームのゲインを使って除去を引き入れるまで耐えましょう。アームくんと金床のおかげでモリモリ回復していく様子をご覧ください。このデッキ墓地にクリーチャーが溜まってからが本番なので、自然と長期戦になってしまいますね。初期のデッキには人体改造機の冠が入っていなかったため、このようにドローが止まって動きが鈍くなる展開がありました。クリーチャーは減らしたくないのですが、ドローを加速させた方がクリーチャーを引き込みやすいという判断ですね。お相手からはホーローオーが出てきました。あんまり悠長にもしていられませんね。そしてついにやってきた大隊、君が必要だったんだ。サクリ残機が3増えます。コワームくんも張り切っとるわ。ここ流星2枚あるので収穫者1体自滅してもらった方が良かったです。お相手は飛行クロックが出てきましたが、殴らず盤面止めるのを優先するようです。こちらのターンは先ほど忘れていた収穫者の能力を使用して、自害せよ収穫者。これにはお相手も困惑。そして修理屋をサクって1ドローに収穫者2点ゲイン1点ドレインです。リソナは殴れば破壊不能が剥がれるので、どこから殴り始めるかが重要ですね。お相手ついに殴り始めるようですが、現状飛行中2点クロック程度では負ける気がしませんね。こちらはエンドに1トークンで1マナクリーチャーを2枚墓地に落とします。そしてウイルスのカブトムシをサクって1ワーム1義食か1点ゲイン1点ドレインです。ここからはなぜか除去が出てこないから、ひたすら戦場と墓地で回して1トークンを貯める作戦に出ます。大体の残機を1使って1収穫者1修理屋1カブトムシで8点ゲイン1点ドレイン1半ですが、トークンは暇そうだから殴っておきます。お相手2枚目の天使火を引いて12点トランプルの2回攻撃ですが、もはやこちらのライフは35です。ここわざとブロックして墓地に落としてもよかったですね。そしてエンドに修理屋をサクって収穫者をさらに戦場へ。1トークンは十分溜まったので盤面掃除して、ここでお相手投了、対戦ありがとうございました。というわけで土剣屋サクリファイスでした。さて残念であれ名高い土剣屋一家の流星ですが、このカードどこが弱いんでしょうか。もともとは奇襲で使ってねってデザインだとは思うんですが、それは一旦置いておきます。これらの問題に対してこんな感じで回答したわけですね。結果はご覧いただいた通り、設置できればちゃんと回るようなデッキには組み上がったと思います。
これで大体は墓地から無限に回収する手段があれば永久期間になってきれいなんですが、誰か考えてください。ちなみに前回もちらっと触れたナマハのコアアームですが、使ってみたらわかる、このコアガチですね。そもそもサクリデッキはアグロに対して強いデザインだと思うのですが、前回紹介したリストは赤タンが早すぎて止まってないんですよね。このクリーチャーのライフゲインと壁性能があれば、バンデン止めた後バーンで焼き切られることも減ると思います。またコントロールや青タンに対しても1マナでキャストして成長していく生物は無視できなくてグッドだと思います。というわけでジャンドサクリをこれから作る人はコアアームをデッキに4枚ねじ込むことをおすすめします。以上です。そろそろネタが尽きてきて日中はこんな顔で脳内リストをめくってます。というわけで次回のデッキは未定です。いつもコメント、いいね、広告、フォロー、マイリスト等ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。